できないということで、まあ、処理能力的には4分の1に今、落ちているという状況でございます。今日からゴミの収集が始まるということでですね、その対応について本当にどうしたらいいか、途方に暮れていたところでございました。その煙突が壊れている方の誘導小路につきましてはですね、早急にその回収が必要だというふうに思ってますが、多分いろんな手続きを待っているとか、危険な状態は、ませんので、速やかに我々としてはですね、撤去作業に入りたいと思っています。関東地震被災で、地震で被災した一般廃棄処理施設の災害復旧に対する財政支援要望書でございます。どうぞよろしくお願いします。対する財政支援要望書でございます。はい、どうぞよろしくお願い申し上げます。はい、続いてお願いします。私ども環境省としては2つの方面からお支えをさせていただきたいということで表明をさせていただいたところでございます。1点目はおそらくこの煙突の傾きをということでは、近日中にこれが以前の状態に復元できるっていうことはなかなかしんどいだろうということの中で、広域処理をしていかなければいけない場面になったときに、環境省として補助金の活用を含めて精一杯お力添えをさせていただきますということを表明をさせていただきました。その上で2点目といたしまして、この煙突の傾き、これはおそらく既存の傾いている煙突を撤去し、新たな煙突にリプレースをしなければ焼却の再稼働は難しかろうということの中で、これも環境省として持っている補助金を十分に活用させていただく中で、組合の皆様方からの意見も十分にお伺いをさせていただきながら、事業を逸することなくしっかりと対応させていただく、この2点について私どもから表明をさせていただいたところでございます。まず事前に写真で確認をしている印象に比べて、かなり傾いてるなというのが率直な感想でした。珠洲市、輪島市、そして能登町、穴水町のこの2市2町が極めて重要だというふうに思っております。でここに対して災害廃棄物の仮置き場をどうするのか、あるいはその災害廃棄物の収集運搬ルートをどう警戒していくのか、こうしたことについて、環境省からも、実施主体は各市町村になるわけですけれども、多分今各被災市町村さんも手一杯の状況だと思いますので、環境省のプッシュ型支援という形で今入り込みをさせていただいているということであります。先ほど政務官がおっしゃいましたけど、2つの方向性からですね、しっかりと寄り添って支援してくださるという力強いですねお言葉を頂戴して本当に嬉しく頼もしく思いました。これから事務的なですねルートもできましたので、いろいろとさらに細かいことをご相談させていきたいと思ってますけど、非常に危険な状態ですので、一刻も早くこの危険な状況をですね、処理できるように取り組んでまいりたいと思っています。正月明けで、非常に多くの生活ごみが、集まるところでありますけれども、こういった形でですね、ストップせざるを得ないという状況があります。一刻も早い、復旧を望んでいるものでございます。一方で非常に危険な状況はずっと続いておりますので、余震もまだしばらく続くという話もありますので、一刻も早い危険の除去を優先をした上でですね、新しく、再稼働に向けてですね、しっかりとスピードアップでやっていきたい、住民サービスに努めていきたいというふうに思っております。